えっと最近のじゃ若手のアーティストの逆曲が良いものが多いとい感じています。何が要因だと思いますか？多分野の10代、20代の若手も優れた人が多いですか？えっ、ー、と多分この hn さんって10代後半だと思うんですよね。あの？えっ、ー、と今までのなんかそのちゃんと調べたわけではないですけど、なんだかんだ言って統計でこうだよね。って言われてるのが。 あの10代後半に聴いた音楽に人はずっと影響され続けるっていうのがあるんですよね。あれ音が飛んだあというかそのあの、まあ、僕で言うとあの80年代に聴いた曲とかっていうのが結構その覚えてたりしてだからあの年取ってからカラオケに行くと80年代90年代に聴いた曲っていうのを歌ってしまうみたいなのがあってっていう感じでその。 10代後半から20代前半にかけて聞いた音楽っていうのが記憶に残るし印象に残りやすいですよね。だからその高校生の頃に見た映画のその に流れてるテーマ曲だったり、ドラマだったり、愛は勝つ勘のやつとかね、っていう感じだったり、その、あの、ミスチルというクロスロードだったりとかっていうのが、まあ、僕の時代そんなんだったんですけど、あと LR っていう一発屋だったり、トラブルだったりとかっていう感じだったんですけど、っていう感じで、その時の曲が好きって思い込んでしまうんですよ。で、これって、あの、音楽的に優れてるんじゃなくて、どの年代もみんなそう思ってます。<laughs> だ僕より10年ぐらい前に生まれた人は僕より10年前ぐらいの音楽が最高って思ってたりするんですよ。なんかグループラサウンズ最高とか,そうなんかあのビートルズ最高とかドリカム最高とかね。クロスロードでしたねミスチルは。はいあのね、あのミスター・チルドレンってクロスロードっていう名前の。 曲でなんかのドラマのタイアップかなんかで結構知名度が出たんですよ。で、僕そのクロスロードの曲がいいなと思ったんですけど、一般的にはミスチルはその後の曲の方が有名だったんじゃないですかね。